なんでひろあきっていう名前にしたのって親に聞いたら、拾ったからよって言われました。ヘビアのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの、こんなことしたら虐待に当たる、ちょっとかわいそうだからやめといてねっていうことをいくつかお話ししたいと思います。親はね、なんかまあ一生懸命育ててくれたと思いますけど、予期せぬ傷をね子供に与えたりしますからね。ちなみに妹ともみって言うんですけど、また拾ったからひろあきっていうのよって言われて、じゃあともはって聞いたら、友達にもらったからよって言われて兄弟でみたいになっておりました。お母さん元気ですか？はい、ボールパイソン、こんな感じで世界でも大変人気のペットスネークとなっておりますが、まあ、人間とね感覚が違うので、かわいいかわいい、何でもしてあげたい、こんなこともしちゃう、夢中みたいなのが、彼らにとってはそれはやめてほしいでござるみたいなものもあったりするんですね。そんなことでダメージになるなんて思ってなかった、傷つくなんて思ってなかったっていうことってすごく多いと思うので、こういうのはやめといた方がいいよっていう、虐待だぞっていう、いくつかお話したいと思いますけれども、まあダントツ1位は餌あげすぎ。だいたいね、まあ、1週間に1回とか2週間に1回ぐらいの餌やりで十分な生き物なんですね。1週間に1回食べてればもう非常に十分だけど、いっぱい食べていっぱい大きくなって欲しいっていう、その飼い主魂がね発動してしまうことがあると思うんですよ。うちの子は1週間に1回じゃなくて1週間に2回でも食べるの。いや、うちの子なんてね2日に1回食べるんだよみたいな、だからいっぱいあげていっぱい大きくしてるんですよっていうお話も聞いたりするんですけど、消化をねすごい時間をかけてゆっくりする生き物なんですね。かつ生きていくことにエネルギーをそんなに使わない、普段はゆっくりとぐろを巻いておとなしくしているだけなので、あんまりこうカロリーとかエネルギーを必要としない生き物なんです。だからこう食べるからといってあげすぎて、で食べ過ぎで死んじゃうってことがあるんですよ。そういうね、普通は1週間に1回で十分なのに、あればあるだけ食べてみせるみたいな、フードファイターみたいな心を持ったボールパイソンもいるんですけど、でもね体は別にそういう風にできていないので、2日に1回とか食べ過ぎて、まあ、消化しきれなくて、あるいは負担がかかりすぎて死んでしまうってこともある。人間からしたら、あげたら食べたからいっぱい欲しいのかと思ってあげちゃいましたとか、大きくなってほしいから、健康になってほしいからいっぱいあげましたっていう、その愛と現実の乖離が最も発生するポイントだと思うので、まあ、1週間に1回あげればそれでだいぶ十分なんだっていうことは覚えておいてほしいと思います。 2,3 日に1回とかっていうのはダメです。で2個目はですね、触りすぎ。彼らは人間に慣れると思います。人間と一緒に生きていく中で、こういう匂いの人が、こういう動きの人が、まあ、自分の生きる環境のそばにはいるんだって彼らはこう認識して慣れていくってことはあると思うんですけど、でもね、元来犬とか猫みたいに触ってもらうことで愛情を感じる。わわあ、ほらね、あんま嫌そうでしょ。でこういう時はもうお帰りいただこう。犬とか猫だったら、まあ、猫わかんないけど、犬はめちゃめちゃ触ってあげること、遊んであげることで愛情を感じるじゃないですか。でも、まあ、爬虫類、こういうボールパイソンっていう生き物はそっとしておくことで安心を感じる生き物なので、あんまりね触らない方が良い。触らせていただいている、本当はちょっと嫌だけど、まあちょっとぐらいならいいよっていう許容する心で、こう人間のお触りを許していただいているぐらいの気持ちでいるといいと思います。だからいつもいつもね触って、いい子いい子、かわいいかわいいね、よしよしってやってると、彼らにとってはねストレス、もうやめてと、もう触らないで、ドンとタッチミーっていうマインドになっていってしまうので、まあ、あんまり触らない方がいいですね。触りすぎるともうストレスでご飯食べなくなってしまったりするので、まあ、極力たまに触るぐらいにして見て楽しむ、あとはそこに存在していることだけを喜ぶ、尊ぶような愛し方をしてくださるといいんじゃないかなと思います。3つ目は、広いところで飼いすぎない。動物愛護とは、動物を愛するとは、この子の命を、人生を、蛇性を最も良いものにすることは、大きな家で雄大にのびのびと飼ってあげる、そんな環境を用意してあげることざますみたいな、たくさんのことをしてあげたい、良い環境を与えてあげたいっていう気持ちが人間の中にはあると思うんですけど、もともとね、なんかこう土の中とか蟻塚の中とか、こう木のちょっとしたこう外から見えない場所、体が何かに触れていることで、あ、自分は今外から見えなくて、誰からも認識されていなくて、安心なんだ、安全なんだって感じる生き物なんですね。だからあんまりこうオープンな
ドーンっていうね、港区のタワマンみたいな大きさとかは広さとかはいらなくて、高さ広さオープン感が彼らの許容度を超えちゃうと逆に不安になっちゃうんですね。さあそうですね、僕らもなんか初めて行くアフリカのサバンナとかで一人ポツンって置かれたら、えこれ安全なのみたいな、ライオンから丸見えじゃないの、ハイエナから丸見えなんじゃないの、ヌーの大群が押し寄せてきて、これライオンキングの話ですけど隠れていることで安心する生き物なので、広々飼ってあげたいっていう気持ちもあると思うんですけど、あとはもう視認性の高いクリアなねケージで飼ってあげたいっていう気持ちもあると思うんですけど、まあ、隠れるような生き方をすることで安心をする生き物なんだっていうのを覚えておいてあげると、とっても彼らにとっていいんじゃないかなと思います。だから人間側からこういうふうにしたら喜ぶんじゃないかなと思って、餌をあげすぎたりとか触りすぎたりとか、まあ、広すぎる環境を用意したりするってことは愛の表現としてあるかもしれないんですけど、場合によってはそれは彼らは嫌がる、場合によってそれは彼らにとってはまあ虐待となるということも覚えておきながら、彼らが何を喜ぶのかということを意識して、それを知って実現してあげるといいんじゃないかなと思います。何でも一緒でしょ、自分がしてあげたいことを押し付けるんじゃなくて、相手がしてほしいことをね汲み取って、それをこうしてあげることでボールライフも仕事も家族関係も恋愛もきっとうまくいくと思いますから、そんな感じで彼らの好みというのをしてあげてほしいなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの、こんなことをしたら彼らは嫌がるよ、場合によっては虐待になっちゃうよっていうことを3つお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。